ドゥドゥチャッツドゥチャッツ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 。こんばんは。令和2年1月15日。今、落合さんと清原さん、落合博満さんと清原和博さんの、対談、清原さんが当時22歳の頃の、落合さんが36歳の頃の対談で、YouTube に乗っかってたやつ見てたんですけど、すごいもう是々非々で、すごい落合さんが、清原さんに対して辛口のフィードバックしてて、で、一番象徴だったのが、三冠王とかタイトル取るには、もう全てを犠牲にしてやってるんだから、いや、それ難しいよ、みたいな。清原さんがタイトル取るの、三冠王って難しいんですかみたいな話振ったら、いや、それ難しいよ、みたいな。全部犠牲にして、やってきたんだから、って言ってたのがすごい象徴的で、まあ、そうなんだろうな、すげえ、まあ、並大抵の努力じゃなかったんだろうな、っていうふうに、まあ、それ言わない、裏でやってて、絶対本人は、言わない世界なんでしょうけど。まあだから相当、落合さんは、練習されてた方だから、中日で監督になっても、中日の練習量って、落合監督だった頃、半端ないっていう話、なんとなく聞いたことあるんですけど、ご本人が、もう、相当な練習量だったっていうことなんじゃないかね。というのと、あとなんか、なんだっけ。もうすごい、清原さんディスりまくってて、ケチョンケチョンに言ってるんですよ。ぜぜひきで、いやもうお前下手だよ、みたいな。まあそのタイトルにも書いてあるんですけど、いやまあそれは、落合さんしか言えねえよな、みたいな。で、清原さんも、落合さんにもう言われて、そんなもうサウンドバックみたいな感じでケションケションに言われてて、で、まあそれはその、まあこう、愛のある辛口なフィードバックみたいなことだと思うんですけど、落合さんはただ単にその悪口とかじゃなくて、本当清原選手がもっとこう成長してほしいっていう、そういう清原選手のことを思った上で、あえて辛口に、ぜぜひひでそのフィードバックしたな、守備が、お前ファースト下手だよな、とか。サードやれよ、みたいな。提案してたりとか、あとその、酒やめろって。お前飲んでんだろうみたいな。朝方とかまで飲むことあるだろうとか言って、はい、とか言って、清原さんが言って、で、俺はもう30過ぎてから酒残るからやめたって、きっぱりやめたみたいなことで、で、お酒は良くないからやめとけ、みたいな。だから、結局、その時に、その酒、やめるって、だそこからどんどんこう、繋がってたのかなっていう話もまあ、話っていうかなんとなくそういう想像もある、だったんですけど。で、あとなんだっけな。まあ、結局だから、その後、まあ、落合さんピーク、まあその時36歳で、その、5年以上ぐらい経ってから、まあ清原さんが巨人に来て、押しやられるような形で、落合さんが巨人から清原さんが来て、ファーストで被っちゃうから、日本ハムに移ったっていう経緯で、で、まあ、で、清原さんの表情もやっぱり22歳で、相当練習やっぱしてるからか、すごいこう、肌のツヤがやっぱりトレーニング積んでる人ってやっぱいいんですけど、そんな感じで、